じゃあ録画。ナマステエブリバディ。どうもなんちゃんです。川地です。はい、ということで、私たちは今ここムンバイ最南地ポート地区に、最南端、はい、ポート地区に来てます。はい、ポート地区といえばインドモンですね。インドモンですね。ということで、はい、こちらインドモンです。ちょっとこの辺、はい、ポート地区インドモンとか有名な駅があるので、ちょっとその辺をね、歩いてみようかなというふうに思います。そうですね、はい、この辺はもともとイギリスの植民地、として始まったところなので、こうイギリス系のね、すごいこう古い建物とか立派な建物がいっぱいあるので、街歩きにはすごい適した場所なんですよね。なるほど、はい、というのを少しお届けしようかなと思いますので、はい、では行ってみましょう。チャロー。じゃあ録画。はい、ということで、はい、インド門の前を歩いてますという感じですね。インド門ね、昔の僕らの動画で、インド門なんで来たのっていうね、インタビュー企画があると思うんですけど、あ、2つあるんだよね。そうそうそう、2つあって、デリーの、インディアゲートってやつと、はいはい、あとこっちがね、ザ・ゲートウェイ・オブ・インディアっていうね、2つ、日本語で訳すとどっちもインド門なんですけど、英語的には名前違うんです、ね、英語的には名前が違うんです。こっちはゲートウェイオブインディアっていうね、ゲートウェイの方なんだ。ゲートウェイ、はい、港とかそっち。そうだね、なんでかってこれね、海に面してんのよ、これが。そうね、わかるかな。だから船でみんなこう昔の人ってムンバイに来てたから、ね、そういう人たちからするとちょうど、ね、ニューヨークにその自由の女神みたいな感じで、こう迎え入れてくれる存在だったんですよね。ここがだからゲートウェイなんですよ。ゲートウェイだった。なるほど。ここはインディアゲートみたいにフランスから送られてきたものとか、そういう感じ。どう、いや多分イギリスだったと思うんだよね。これはイギリスからが、インディアゲートは世界大戦だっけ、が終わった時にフランスからだよね。そうそうそう、贈り物として凱旋門に似立てて、そう、慰霊碑なんですよね。第一次世界大戦で戦没した、インド人兵士の慰霊碑。だからインド門のその壁紙には、まあ、インディアゲートの方、デリーの方には、壁に全部亡くなった方々の名前がこう全部刻まれてるっていうことですね。で、ここが、ゲートウェイオブインディア。ここがだからゲートウェイだよね、うん。まさにこう昔ムンバイに船で来た人は本当にもうここをこう通って、へえ、そういう場所ですね。確かにゲートウェイっぽい。奥から船がいて、で向こうの方にも船あるしね、今でも。今もね、大きなタンカーがいっぱいありますね。そうですね。デリーのインド門よりはこう横に長いね。長い。みんな自撮りしてますよ。やっぱり自撮りってね。インド人自撮り好きだからね。じゃあ録画。じゃあちょっと勉強しましょう。ここにゲートウェイオブインディアは何ざるかっていうものが書いてるので、川地先生に教えてもらいたいと思います。こんなすぐ訳せないですけど、まあいいや、読みますね。はい。Built in 1924, George Whitted has prepared the drawing of Gateway of India, which was built in the memory of the visit of King George V and Queen Mary to India in 1911.なるほど、どういうことですか。ジョージ5世国王とメアリー女王がインドに来ることを記念して、来たことかな、記念して1924年に建てられたものですと。はい。アファウンデーション。はい、どういう意味ですか。はい、当時ね、ボンベイ、昔ね、ムンバイってボンベイって呼ばれてたんですけど、そこのね、統治者だった人、によって、このね、一番土台となる石が置かれたと。なるほど。で、1913年3月31日に、この計画が承認されました。なるほどね、はいはいはい。じゃあ1924年12月4日にオープンしましたと、はいはい、そうですね。で、ヒンディーとムスリムの、はい、まあ、建築が
まあ、加わってますよと。その通りです。素晴らしいということですね、はい。まあ、だから見ての通り、うん、あのムスリムの建物って左右対称がやっぱ土台ですよ ね。だから後で引き絵を撮りますけど、しっかりと左右対称になっているっていうところがまずあのアラベスクっていうね、あの細密模様っていうところですね、はい。あ、そうだね。で、はい、パターン化されてますよね。ヒンディーの建物ってどういう特徴があるんですか？ヒンディーの建物は特にその丸だね、丸を意識したものが多いですね。なるほど。日本の天皇家の菊の文様みたいな、はいはいはい、ああいうのがいっぱいあのヒンディー系の建物にはあるから、ああ実際このゲートウェイオブインディアの上のところバーって見てもらうとね、丸いあるね、丸系の建物がいっぱいありますね。うん、はい、こういうところでじゃあ左右対称のムスリムと、そうだね、こう四角い角張った感じのムスリムと、あとは対照的に丸い感じのヒンディーの、ね、うん、建築がこう合わさってできていると。なるほど、はい、じゃあ次行ってみましょうか、はい。あ、ここは面白いですね。なるほどなるほど、うん、最後ね、ですか、まあ、インドって1947年かな、独立をするんですけれども、まあ、その後もね、あのイギリスの勢力っていうのはしばらく残ると、うん、で最後に、このゲートウェイオブインディアから、実際にイギリスに帰っていった人たちっていうのはこの1948年の2月28日、にそれが行われましたよということですね。じゃあインドが独立して最後にイギリスの植民地をまさにやってた人たちはこのゲートからイギリスの地に船で帰っていったと。本当に象徴的な出来事だよね。多分イギリス人がここから帰っていくって、確かに、うん、ようやく自分たちの独立を取り戻したぞってい こうインド人からするとこう記念碑的な、ね、そうだよね、そうだよね、なるほど、はい、素晴らしい、はい、っていうのがゲートウェイオブインディア。ゲートウェイってまさになんか、はい、そのままって名前だね。通り道だよね、だからね。そうだよね。ジャロガ、あとこっちにはね、田島春春のメイト、アクアディックザポロアズ、ここはあのインドでナンバーワンのね、あの高級ホテルです。タージマハルホテルで、この高い方が新館で、こっちのね、旧館、これはもうね、115年以上、ここにあり続けてる、そんな建物ですね。素晴らしい、素晴らしい。タージマハルホテルは有名だよね。有名だね、はい、うん、さっきちょっとそこで朝食を食べてきたんで、うん、はい、その動画も別途あげましょうね。ジャロガ、いやいや、すごい人すごい人だ、見てこれ、わう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 わ、これはインドだね。そうだね、ちょっとイギリスっぽい街並みだっていうことなんで、うん、少し歩いてみましょうか。はい、この車はバスだね。バスですね。そうそう、こういうね、おしゃれな街並みなんですよね。確かにイギリスっていうか、なんかヨーロピアンな感じですね。そう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 。でかっ。ほら、バルサ。ハマスカ。あ、来た来た来た。いらないいらない。全然いらない。Thank you, fine. Thank you.そうだったけどさ、大まかな外観はヨーロッパな感じがする。そうだね、ヨーロッパ行ったことないんだけどさけどこう細かいところを見るとやっぱね、うん、インドだなっていう。そうだね、こういうね、ちょっとこう犬とかね、ね犬とかこういうなんか道の感じとかね、うん、ちょっと惜しいんだよね。惜しい、惜しいところがインドだよね。まあけどこれがなんか味になってる感はすげえ。そうだね、でこれがあるからこそインドって感じだよね。なんかヨーロッパの影響もありつつ、まあ、インドのローカルの感じもある、なんかそのミックスされてる感じがインド。じゃあロゴだ。はい、ということで、はい、次の森に来ました、はい、ここは何というところですか。ここはチャトラパティシバジターミナス駅というですね、すごい、まあ、あの CST とあのまあ、地元ではね、略して呼ばれてます、はい、CST、駅です。駅なんです。駅です。駅なんですけど、世界遺産、世界遺産の駅、うん、いやけど、すごいよね。すごいね、ハリーポッターに出てきそうな感じ。さすがイギリス、さすが
そう、イギリスが建てたらしいですね。あ、そうなんだ。これはね、もともとはそのイギリスのね、女王の名前を取ってビクトリアターミナスって呼ばれるらしいです。それをチャトラパティシバジっていうインドの英雄がいて、その人の名前に、まあ、最近変えたと。なるほど。で、CSP。 何年くらい？1900建てられたの？建てられたのね、調べたら1888年。1800年、うん、88年、うん、だもう100年以上だね。120、30年ぐらい経ってるね。もう経ってるね。すごいね、すごいね、デリー。なんかさ、ムンバイはデリーよりもなんかよりイギリスを感じさせるポイントが多い、ね。うん、やっぱりね、昔ボンベイって言われてね、植民地の拠点としてね、建てられた町なので、やっぱりイギリスの色が濃いですね。じゃあまた次は僕たちも次の場所移動しようと思いますので、はい、この動画はこの辺で、そうですね、また次の動画で次のムンバイのスポットをお届けしたいと思いますので、はいはい、このチャンネルいいなと思った人はぜひチャンネル登録、いいね、はい、コメントよろしくお願いします。あと各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。この辺にありますので、はい、よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。チャロチャロ、バイ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 。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォロー